リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリノです。はい、本日の動画はですね、まあ、閲覧注意にはなるんですけれども、はい、トトウチでね、ギュビアを、飼育し、繁殖を始めました、という動画でございます。なので、サムネイルはこの横側だけにしとこうかな。こうして、こういう形のサムネイルにしとこう。はい。ギュビアーっていう感じでね。はい。でね、今、本当はね、この上に、こうやってね、本題入る前に、もしよろしければ、はい。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、そして、高評価、そして、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のね、フォローだったりしていただけますと幸いです。はい。で、本題入っていきましょう。で、いつもはですね、こんな感じで、上に、パネルヒーターを1枚置いていて、で、そこにね、うちのセーブシシバナヘビのサナちゃんのケージを上に置いている状態になります。で、横にもね、今パネルヒーターを置いていて、下はね、うんちが下に落ちるようにっていう形にしてるので、下にパネルヒーターちょっと引けないんですよね。なので温度を保つのに横にパネルヒーターを置いている形になります。だから横と上からね、温めているという状態の、ケージの作り方になります。で、これ100均のケージです。100均のケージというか、100均のケースですね。プラスチックの。で、そこにハンダゴテで穴が開いていて、っていう感じでございます。でね、こっからは、閲覧注意です。ゴキブリちゃんがね、って言ったら、日本のゴキブリとはね、また違う形をしてるので、そこはね、ご安心いただければと思うんですけれども、はい。実際ね、見ていきましょう。気持ち悪い人は気持ち悪いと思うのでね。で、うちは、園芸用の、鉢植えの下に行く、置くシートをね、ここに置いてます。よいしょ。で、まずね、これがアーチ状になるように、何も切らずに、ね、やったやつです。あ、ここにも結構物乗っかってますね。はい、映りましたね。ギビアさん。はい、こんな感じですね。よし。はい。で、ここにもね、今、100均で買ってきた、シェルターみたいな感じでね、真ん中だけ、結束バンドで留めてっていう感じに、してますけれども、うん。これと、あと、これですね。この中にも結構入ってるね。うん。よし、こんなもんかな。よしよし。で、今いるのは、デュビアの中でも S サイズになるかな、かなり小さいサイズのデュビアがここにいます。ちょっとね、死んじゃってる個体も何匹かいるような気がしますけれども、はい、こんな感じでございます。で、下のね、穴開いているところは、まあ下にね、うんちが、ポロポロポロと落ちるような形で、作っております。はい。で、この子たちがね、こんな感じで生活できるような状態でって感じですね。で、今ね、餌がここにポロンと置いてあるんですけど、ちょっと餌皿は、なんとなくちょっと浅めのやつを見つけて100均で買ってこようかなとは思っております。ちょっとこの辺の餌皿もね、あれだね。あと、脱皮側だね。これ脱皮してるね。はい。これ脱皮側。うん。脱皮した皮とかもね、いっぱいありますね。あ、これも脱皮側だわ。なくなってる死体かなと思ったけど。あ、違う。これほとんど脱皮側だ。あ、これも脱皮側だ。あ、これも脱皮側だ。あ、すごい脱皮してるね、みんな。死体に見えたけど、なんか、仰向け？違う。うん、仰向けか。仰向けのような状態でいるけど、これも脱皮側だ。ああ、脱皮してるんだね、ちゃんとね。あ、よかった、よかった。で、こんな感じで飼育してます。で、今はね、ここに霧吹きをとりあえず吹く形にしてるんですけれども、薄い餌皿を買ってきたら、霧吹きじゃなくて水置き場をね、作ってご飯も入れておいてっていう形を取ろうかなと思います。
まあ吸水もね必要にはなるので、まあ霧吹きはやめませんけど、霧吹きはもう壁にシャーってつける形で霧吹きしていきますけど、そんな感じでございます。でケースがどんな感じになってるかっていうと、ちょっとご飯があるからこっち側にみんないてもらうか、こういてもらうか、よし、はいはい、デュビアです、閲覧注意のデュビアですって言ってもそんなにゴキブリって感じしないですね。私ダンゴムシって感じがしてますこれ、うん、あんまキモくないんですよ。でこれを取ると、はい、まあ、ちゃんとうんち皿にうまくなってるね。これあの同じさっきのケースの蓋の部分を改造して、あ、まあ蓋の部分だけ、これね、この蓋の部分だけ余ってたので、改造して、そこにこれ木のねブロックを貼り付けて、ここにうんちが溜まるようにしてます。でうんちが溜まったらこのまんまポイって捨てるっていう感じの下にしていて、でこっちもね下はこんな感じで下にうんちがね落ちるような形で作っております。ちょっと一匹脱走してる子を見つけたよ。よいしょ。どっから脱走したのかは不明ですが、多分ね今出したこのシェルターのにくっついてた子が一匹脱走しただと思います。よしよし、こんな感じで、でまあ下にねそのうんち皿があるんで、まあ、うんちがね、うんち皿のところが温まっちゃうんで、横にパネルヒーターを私は置いた形になります。はい、で保温状態はね特に問題ないし、みんな元気ですね。うん、だから死んじゃってる子かなと思ったけど、ここも脱皮側ばっかりだね。この辺脱皮側だね、なくなったのじゃないわ。ちょっとねあの肉眼で見るとあれって思ったんだけど、実際触っていくと脱皮したばっかりの子とかがいるみたいですね。うん、でねこっからまあ育てていって成虫になっていって、その成虫がまた繁殖していって次の子を次の世代を産んでいくっていう形になると思うので、ちょっとこの調子でねあのデュビアを育てていこうかなと思っております。で、あ本当だ、ここにいるわ、まあ、こういう感じで、ね、脱皮した、脱皮じゃない、あのさっき脱走した子が出てきたんでしょうね。はい、であのこの調子でねちょっと育てていって、まあ、レオパのご飯にだとか、あとはうちのねあのサバンナモニターのご飯だとかっていう形でねあの使っていこうかなと思っております。はい、ちょっとねデュビア、あの人によっては気持ち悪いと思われる方の方がねいるとは思うんですけれども、あのうちでねとうとう昆虫もねあの育成を始めましたというところでございます。今ね200匹ぐらい、何匹買ったか覚えてないや、なんかたくさん買いました。でね匂いがそんな臭くないですね。なんかねちょっと甘い匂いするんだよね。これご飯の匂いかもしれないけど、うん、ちょっとね甘くて変な匂いではないですね。はい、ちょっとこの調子でねうちでもデュビア育てながらちょっとご飯の自給自足っていう形でやっていこうかなと思います。でこれ多分やっていくうちにひょっとすると私はマウスを育てに行くんじゃないかなと思っております。心のどこかで、うん、ちょっと心のどこかではそういう形でネズミちゃんもいつか育ててるんじゃないかなっていうのは心のどこかにあります。はい、まあ、どうなるかは分かりません。はい、ということでね本日はリント家でもデュビアをね飼育を始めましたよというお話でございます。はい、もしよろしければねこちらのチャンネル登録、そして高評価、 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらフォローお願いいたします。そしてね過去にたくさん動画も上がっておりますので、よかったらそちらの動画の方もね、ご覧いただけますと幸いです。本当ねもう1000本1100本ぐらいかな、もう動画が上がっておりますのでね、なんかちょっと暇な時にでもあのリントの動画に付き合っていただけますと幸いでございます。はい、というところでございます。それではまた次回のね動画でお会いいたしましょう。以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。